野球用語の一つ。類間で走者をアウトにしようとする守備側の行為を言う。日本語では、強撃、強殺とも言う。ランダウンプレーは、走者が、類間にいる時に、進類先の類をカバーする野手がボールを持つことで、発生する。例えば、打者が外野への安打を打った際に走者があまり類が、奪えると思って無理に進類を狙ったものの外野からの、 送球が間に合ったために進塁しきれなくなった場合や、打者がスクイズプレーを狙ったが空振りした場合や、投手が投手板上から牽制球を送球した際に走者が塁を離れた場合などである。走者はそのまま先の塁に向かってもボールを持った野手に食玉されてアウトになるのでアウトにならないようにするために元の塁に戻ろうとする。 ボールを持った野手は、走者を追いかけるか、気類先をカバーする野手に送球してその野手に食玉、させて、アウトにしようとする。この繰り返しで、類間でボールを持った野手が、走者に食玉を試みようとし、野手の触れ玉を避けようとする走者が行ったり来たりする、プレーがランダウンプレーである。多くの場合、走者は進塁も気類もできなくなり、累管で食玉されて、 アウトになるが、食玉をかいくぐって、どちらかの類に逃げ切る場合もある。走者が早急に恋でなく、触れた場合は、ボールインプレーが継続する。走者が、意図的に早急を妨げたと審判員が判断した場合は、守備妨害の宣告とともに、走者はアウトになり、ボールデッドとなる。野手は、ボールを保持している間ならば、 走者の進路に位置して走者に食玉することが認められるが、ボールを保持せずに走者の走塁を妨げてはならない。ランダウンプレイで走塁妨害が起こった場合は、ボールデッドになるとともに、走者にはその時の進行方向に関係なく、自類への安全進塁権が与えられる。一方、走者は、 食玉を避ける際に走路を離れてはならない。ここでいうベースパスとは、タッグプレイが生じた時の走者の位置と、走者が進もうとする類とを結んだ線分、及びその線分を基準に、両側3フィートずつの地帯を指す。食玉を避けようとして、ベースパスを離れた場合、走者は、食玉されなくても審判員にアウトを宣告される。ある類感で、ランダウンプレイが行われていても、 もちろん他の奏者は、新類を狙うことができる。一類奏者が二類へ投類すると見せて恋に、類間で攻撃されるのを利用し、三類奏者が本類を落とし入れるという作戦もある。また、ランダウンプレイの結果、元の類に逃げ切った奏者とランダウンプレイの間に、新類を果たした後の奏者の二人が、同じ類に到達することもある。この場合、 ルイの潜有権は、前の奏者にあるため、後の奏者はルイに触れていても食騙されてしまった、場合にはアウトになる。2010年4月30日に行われた、阪神タイガース対読売ジャイアンツ第7回戦の3回、表、1死に2.3塁の場面で打者の小笠原道博は、内野ゴロを打った。3塁奏者の坂本隼人は3本間で、ランダウンプレーとなったが、 三塁へ逃げ切った。このランダウンプレーの間に三塁には二塁走者の脇谷良太が到達しており、二人が三塁に同時に触れている状態になった。阪神の城島健二保守は坂本に食玉をしてから脇谷にも食玉をした。この場合は先行走者である坂本に三塁の占有権があるためアウトになるのは脇谷のみであり坂本はアウトにはならない。 しかし坂本は職まされたことにより自分がアウトになったと思い込んでるよう離れたため城島が再び坂本に職まして閉殺となった。ありがとうございます。